皆さんお久しぶりです。また猫さんです。突然ですが、この世で光よりも早く動くものは存在しません。光が伝わる速さってめちゃくちゃ速くて、というかこの世で一番速いので、光よりも早く動くものはどこにも存在しません。と言ったら、いやいやいや、どこかにはあるかもよ。宇宙は広いんだし、なんでないなんて言い切れるの？って思いますか？相対性理論はすごく速い世界を説明する理論ですが、その結論の一つに光の速度に近づけば近づくほど、物の重さがどんどん重たくなる、というのがあります。速度を上げるためにはロケット噴射などしてエネルギーを与え続ける必要がありますが、重くなると加速するのにどんどん大きなエネルギーが必要になり、速度を上げていくのがどんどん難しくなってきます。なのでほとんどのものはエネルギーが足りずにどこかで打ち止めになり、永遠にどこまでも加速し続けることは不可能なんです。つまり速度には限界があります。じゃあどんなものが最高速度を持てるのかといえば、それは質量がゼロの物体であれば、もともとゼロなんだから、そもそも重くはならないだろうから、最高速度を持てるだろうと考えます。そして質量がゼロの粒子、それはつまり光であって、光が一番速い速度を持てるのだろうということになります。光が世界最高速度を持っています。この世で光よりも速く動くものは存在しません。ということを前置きにして、でもよく考えたら、こうやったら光よりも速く動けたりしないでしょうか。ロケット噴射を頑張って、光の速度の 80% まで加速したロケットがあったとします。ですがこのロケットはそこが限界で、やはり高速は超えられません。ここで同じロケットを向かい合わせにして、反対側から同じく高速の 80% で飛ばしたとしましょう。はじめのロケット A からもう一方のロケット B を見ると、80% 足す 80% になるので、きっと高速の 160% の速度で向かってくるように見えるはずです。電車が線路ですれ違うとき、向かってくる隣の電車はめっちゃ速く走ってくるじゃないですか。あのイメージですよ。ロケットがすれ違う速さは高速の 160%、つまり高速を超えています。ロケット A から見ると、もう一方のロケット B は高速を超えて向かってきます。高速、超えられるじゃないですか。これは大発見をしてしまいました。のかな？光よりも速く動くものは存在しないということと、この話、この区域外をどう理解すればよいでしょうか。ということで、今回のテーマはこちら。ででん。光よりも速く動くものは、絶対にこの世にないのか。相対性理論を信じれば、光よりも速く動くものは存在しないことになります。でももし光よりも速く動くものを発見すれば、相対性理論が間違っていたことになります。間違っていた、というと少し言い過ぎなので、修正する余地が見つかる、くらいの言い方にしておきますね。まずは先ほどの向かい合ってロケットを飛ばした時の話から検証を始めましょう。ではレッツゴー。高速の 80% まで加速した向かい合わせのロケットの話。これを電車で置き換えて考えると別に間違ったことはなさそうです。ホームに人が立っていて、電車が止まっています。人の位置を原点にして、電車の位置を X とした座標形を一つ作りましょう。次に電車が動き出し、速度 V で遠ざかっていくとします。この時、さっき作った座標形とは別に、電車と一緒に動いていくもう一つの座標形を作り、その座標形での電車の位置を X' とします。ホームの人から見た電車の位置は、速度×時間 VT で遠ざかっていきますので、電車の座標 X は、X イコール VT たす X' となります。逆に電車から見たホームの人の座標は、X' イコール X-VT となりますね。こんな感じで動いている座標形 X' と、止まっている座標形 X は、VT を足したり引いたりすることで、自在に入れ替えることができます。この変換をガリレイ変換と言います。ガリレイ変換をすると、動く座標形の間の相対速度は足し算をすることができるようになります。例えば時速 80km と時速 80km の電車がすれ違ったら、
電車に乗っている人には80と80を足して、時速 160km で向こう側の電車がやってきたように見えるということです。その考えでいくと、高速の 80% で動くロケット同士がすれ違う速さは、高速の 160% になります。つまり高速を超えることができます。ほれ見れ。やっぱし高速は超えられるじゃろう。相対性理論は記号取ったろうが。と、私も昔考えたことがあるのですが、実は実際にはそうはならないんです。なぜならここには高速度普遍の原理が考えに入っていないからです。高速度普遍の原理を考えると、座標の変換はガリレイ変換ではうまくいかず、ローレンツ変換を使う必要が出てきます。ローレンツ変換はガリレイ変換と同じように座標の変換のことで、要するに動いている自分から動いている相手を見ると、どう見えるかということです。ただしここに高速度普遍の原理を取り込んでいますので、速さが高速に近いほど速かったとしても、使えるのがポイントです。ローレンツ変換が生まれた背景は、歴史的にはちょっと違うのですが、ここでは高速度普遍を取り入れたガリレイ変換、ということで進めさせてください。ガリレイ変換は x'=x-vt となる変換でした。ローレンツ変換はこんな感じの形をしています。ちょっとややこしい形ですね。ただこれをガリレイ変換の代わりに使うと、亜高速で動くものであっても、それがどのように見えるかを計算することができるようになります。つまり高速の 80% で動くロケットから見た、高速の 80% で動くロケットの動きは、ローレンツ変換を使って計算する必要があった、ということです。ガリレイ変換では相対速度は単純な足し算になりますが、同じことをローレンツ変換でやると、相対速度は VA たす VB 割る1たす C2 乗分の VA かける VB となります。VA がロケット A の速度、VB がロケット B の速度、C が高速ですね。これを使って計算してみましょう。0.98C になりました。合ってますよね。もし間違っていたらコメント欄で優しくご指摘ください。0.98C。つまり高速の 98% に見えるということです。めっちゃ速いですが、一応 100% より小さいので高速を超えてはいません。向かい合ってロケットを飛ばしても高速は超えられないんです。ちなみにこのローレンツ変換は、速度が光に比べてずっと遅い場合は、ガリレイ変換と同じ式に近似できることにも注目してください。逆に言うと、ローレンツ変換は速度が光よりもずっと遅い場合でも使える、オールマイティな公式なんです。ということで、この方法では高速は超えられませんでした。高速に近いものの運動はローレンツ変換で考える必要があります。ローレンツ変換を認めると、実は高速に近づくとものの重さも変わっていき、m イコール m0 割るルート 1-c 分の v の2乗でどんどん重くなっていくことも導くことができます。速さが速くなるほど質量の増加も急激に大きくなり、もし仮にものの速度が高速 c に到達できたとしたら、ものの質量は無限大に発散してしまうことになります。そして高速を超える速度を持ってしまうと、質量が虚数になってしまうことが、この式からわかります。つまり質量を持っているあらゆるものは高速を決して超えることはできず、質量を持っていない光こそが最速であって、それ以上は存在しないという結論が導かれるのです。ただ、ここで諦めてしまうのはなんだか悔しい気もする。もう少し、何とかして高速を超えるようなことは、この世にないんでしょうか。例えば、こんな話はどうでしょうか。人を、隣の人が見えるくらい間隔を空けて、一列に並べておきます。そして端から順番に、手に持った LED ライトを点灯させるとします。この時、お隣さんは無視して、点灯させるタイミングはあらかじめ決めておきます。そして各自が持っている精巧な時計を見つつ、決められたタイミングで点灯させます。そのタイミングを、人と人の間を光が進む速さよりも速いタイミングで、点灯させるようプログラムしておけば、離れたところから見ると、LED が点灯していく速度は光の速度を超えているように見えるんじゃないでしょうか。
そうは見えます。光の流れは光速よりも速く進んでいきます。ですが、この例では情報は光の速さでは進んではいませんね。移動という観点からは、何も移動していません。もちろん隣の人が点灯したのを確認してから、次の人が LED を点灯させる、というやり方では、光の速度は超えられませんので、この方法は良くないですね。光の速度に近づけば近づくほど、時間の流れはゆっくりになります。例えば地球から高速でロケットを飛ばした時、そのロケットは高速を超えることはできません。ですが、速度は距離割る時間で求めるものなので、地球から測った距離を、ロケットの中の時間で割ってもいいじゃないですか。速度は距離割る時間で、分母である時間が小さくなると、速度はどんどん大きくなります。これを考えれば、この速度は高速を超えることができることになります。いけたか？ただこの速度は高速を超えますが、実際に物が動いていった速度ではないですね。やはり高速を超えるものは存在するかという考え方には使えなさそうです。光の速度は測定することができて、3.0×10 の8乗メートルパーセカンドという速さです。ただ実はこれ、真空の中だけの話です。媒質中の中、例えば水の中などでは、光の速度は遅くなることが知られています。そして、めっちゃ加速した粒子は、その遅くなった光の速度よりも速い速度で飛ばすことが可能です。ちなみにこの時飛んでいった粒子の後には、まるで衝撃波のように強い電磁波が発生します。それをチェレンコフ光と言います。ということで、媒質中の光の速度は超えることができます。やったか？ただ、やはり真空中の光の速度である 3.0×10 の8乗メートルパーセカンドはやっぱり最強です。ビッグバン理論によると、宇宙の始まりは小さなエネルギーの塊で、その後宇宙ができてから今もずっと拡大を続けているのだそうです。宇宙は安定した空間の中に宇宙というものがあるわけではなく、空間自体が伸びて広がっていくのにつれて膨張していくと考えられていて、そうすると空間を伝わっていくものはやはり光の速度は超えられませんが、空間自体が伸びていく速度は光の速度を超えて伸びていくと考える理論があるのだそうです。そうすると、そんな宇宙の縁に物があれば、それは光の速度よりも速く動いていくことになりますね。ついに超えてしまったか。ただまだこれは理論の話であって、真実かどうかはわかりません。宇宙の果てやブラックホールの中などは、現在の相対性理論や量子力学でわかる範囲を超えているので、予想であって、様々な説はありますが、まだどれが真実かは断定されていないようです。とはいえロマンはありますよね。ついに見つけたよ。高速を超えるものは宇宙の果てにあったよ。ということで、今回の内容をまとめたいと思います。高速の 80% で飛ぶ、向かい合ったロケットが相手のロケットを見ると、80%+80% で高速の 160% になって、光よりも速い速度でロケットがやってくることになり、光よりも速く動くものは存在しないということと矛盾してしまうのは、とても速く動くものに対しては、ローレンツ変換を使わなければ正しい計算ができないのが原因でした。じゃあローレンツ変換や相対性理論の方が間違っているんじゃね？と考えますが、それらは高速度普遍の原理と相対性原理の二つを前提にして作られた理論なので、まずは高速度普遍の原理を否定しなくては、相対性理論を否定することはできません。そして高速度普遍の原理は、今の科学でできる範囲内では、非常に高い精度を持って成り立つことが確認されているので、今の人類の科学力では、相対性理論を否定することはできないんです。ローレンツ変換を使うと、加速して速度がどんどん速くなると、どんどん重さが重くなることがわかります。そうすると質量を持っているものには、加速できる限界があることになり、速度を持っていないもの、つまり光こそが速度の限界であることが明らかとなります。ということは、もしもともと光の速度を超えて動くものが仮にあったとすると、それは虚数の質量を持ち、エネルギーを与えれば与えるほど減速し、
どんなに減速しても決して光の速度よりも遅くなることができないという、この世の物質と麻薬の性質を持つことになります。現在の人類には見ることができない想像上のもので、相当天の弱なものです。そのような粒子には名前がついていて、タキオンと言います。相対性理論に出てくる式は、物の速度が光よりもずっとずっと遅ければ、ニュートン力学の式と同じになるように作られています。なので相対性理論があるからといって、ニュートン力学が間違っていたことにはならないんです。いわばニュートン力学のアップグレード版です。ニュートン力学は物が遅い時の相対性理論の禁止とも言えます。アインシュタイン先生は20世紀一の天才ですが、ニュートン力学を引き継ぎ、一部修正する形で相対性理論を作ることができたのは、光の速度を精度よく測ることができ、高速度普遍の原理が測定できる範囲内で、正しいことが分かったからです。人間が観測できない、未知のものはまだたくさんあります。例えばダークマターとか、人間がまだ観測できないものの中に、例えば光の速度を超えるようなものがあれば、それをきっかけにして相対性理論をさらにアップグレードできるかもしれません。量子力学と相対性理論を合体した、相対論的量子力学などの理論的アプローチも、そのような試みの一環かもしれません。宇宙望遠鏡や素粒子加速器を使って科学者がやろうとしていることは、そのように未知の現象や粒子をまず発見して、それを手がかりに理論を作り変えるためなんですね。世紀の大発見に、立ち会ってみたいですね。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療のための物理学や放射線に関するテーマを、少しずつまったりと紹介していく予定です。放射線治療をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。